どうしたの、なつきちゃん。頭を押さえて。なんか朝から頭痛するなと思って。そういう時はこめかみに梅干しを貼るといいらしいよ。どういうこと？知らない？おばあちゃんの知恵袋。そう言われれば聞いたことあるわ。私おばあちゃんからいろいろ教えてもらったから何でも聞いて。何か困ってることとかない？じゃあ彼氏の作り方とかは？私最近変な男にばっかり引っかかんねん。彼氏の作り方か、そういうのはちょっとさすがにそんな知恵袋はないか。ちょっと待ってね、おばあちゃんに LINE で聞いてみる。え、直接聞くの？あ、帰ってきた。自分を磨けば素敵な相手が見つかる、ピンクの服を着て南南西の方角に出かけなさい、だって。自分を磨けか。ピンクの服なんか持ってたかな。小物でもいいって書いてるよ。あ、それならできそう。じゃあ狙ってる人を捕まえるためにはどうしたらいいかな。わかった、聞いてみる。帰ってきた。早っ、おばあちゃん即レスやん。男の袋を3つ捕まえなさい、だって。男の袋？何それ。一つ目は胃袋。これは知ってる。美味しいご飯で胃袋を離さないって意味やろ。二つ目は堪忍袋。忍耐強く折れってことか。すぐに怒ったりすると面倒くさいと思われるもんな。三つ目は知ってる知ってる、お袋やろ。でもこれって結婚の時の教訓じゃん。お袋じゃなくて玉袋って書いてる。おばあちゃんどしもネタ掘り込んできてるやん。ほんとだね。ちゃう、質問にするわ。愛される女になるにはどうしたらいいかな。オッケー。あ、来た。だから早いって、おばあちゃんが打つスピードちゃうから。3つの上手になれ、だって。3つの上手なんやろ、初めて聞いたな。まずは聞き上手。話を聞くのが大事ってことか。確かに聞き上手はモテるもんな。次に騙され上手。何？騙され上手って。例えばあれじゃない、サプライズとかって大抵バレてるけど騙されたふりをしてあげるとか、あと下手な言い訳に気づかないふりするとか。へー、これもなんとなくわかる気がする。で、3つ目は？3つ目はとこ上手。だからなんで最後に下ネタ掘り込んでくんの？知らないよ。まあでも大体恋愛で何を大事にすればいいかわかったわ。じゃあ最後に別の質問、お金持ちになるにはどうすればいいかな。打つね。帰ってきた。早っ、もう待ち構えてた早さやで。働けだって。ごもっともやな。でもさっきからおばあちゃん返事打つの早すぎやし、アドバイスもなんか変やねんな。それほんまにマミのおばあちゃん？銀座の母っていうおばあちゃん。私ずっと占い師に相談してたんか。